こんにちは、カンドです。今日もですね、オリジナルで手ぬぐいを作ろうと思っているあなたに向けたワンポイントアドバイス、これをですね、していきたいと思います。今日はですね、オリジナルの手ぬぐいだけではなくてですね、よくまあ今の時期3月なんですけども、これからまあ春のお祭りですよね、それとかまあ秋の祭り、まあ夏祭りとか、まあいろんなお祭りが、これからずっとね、秋にかけて催されることが多いと思いますけども、その中でやっぱりね、使われる手ぬぐいっていうのは、祭りとかね、一文字祭りってドーンと入った、手ぬぐいであるとか、まあ豆絞りの中に祭りっていう手、文字がボンと入ったね、赤で入ってるとかね、半分だけ白で半分だけ豆絞りで中に入ってるとか、まあいろんな、祭りの手ぬぐいっていうのがあります。でまあこれはね、ほとんど今お伝えしたのは全部既製品なんで、この既製品の手ぬぐいの下の方に何々神社とか何々祭りとか入れるっていう、内入れするっていう方法もあります。ただこの頃やっぱり多いのが、やっぱりオリジナルで作りましょうと、まあ町おこしっていうね、流れもあるんでしょう。そういったことも言われるんでしょうね。よく別注でオリジナルで作りたいんですっていうことで言われることもあります。でこの場合やっぱりプリントなんかでね、たくさん作ってですね、皆さんにお配りするっていうパターンが多いんでしょうけども、まあ中には本染めでもっていうこともあります。ですからまあこの辺デザイン次第でですね、本染めにしたらいいか、ね、プリントにしたらいいか、もうこの辺ね、わからない方多いでしょうから、ぜひですね、そういった時には何でもお気軽にですね、私どものこの後のフリーダイヤルの方からお問い合わせいただきましたらお答えできますので、ぜひ一度ですね、ご相談してみてください。よろしくお願いいたします。